黒がよく似合うよ。新しい遺言なんて聞いた時はたまげたよ。一人で何もかもでっち上げるなんてね。あれほど止めたのに。いい度胸だ。やってくれたよ。これから先が面倒だ。これが致命傷かもな。よう二人さん、まあ気楽にしてくれよ。って女は実にすごい。最初から最後までずっと僕の頭の中にいた。全く驚きだよ。いつだってぴったりの呼吸で次に言う文句を僕に教えてくれた。一瞬のズレもないあの絶妙なるタイミング、僕ら二人のリズムがぴったり一致したんだぞ。最高のセックスだ。まず祝杯をあげなきゃ。今日は飲むぞ。困らせる気はないがね、私はこの病院の外科医なんだ。それじゃあ話は早い。では私を待っている患者のことを考えて、面倒くさい手続き特別扱いしてもらえるだろう。くれたのは私のせいじゃない。 MRI 検査の技師が私の喉をいじめないでくれ。我々は単刀直入です。患者には包み隠さず所見を伝えます。その方が親切だ。それじゃあ気配り抜きでお願いしますよ。ってこの建物に入ったんです。あのロック壊れたな。ああ、だからって知らないうちに入ってくると。お宅の方こそどういう了見なんですか。本当にトーマスなんて子は知りませんって。ラシードのこと。ラシードでもトーマスでもその子はもうここにいませんよ。一昨日出てってそれっきり連絡はありませんから。おっと、いい加減にしてくださいよ。冷静に話せないんなら出てってください。そうだジディ、君に紹介しておこう。ウエスト少佐、ダニエルズ隊員の代わりを務める。大変なんだよ、発射事故。これじゃ地球なんて救えない。自分の家族さえ守れない人間なんだから。いくらもらった？私たち家族の未来を一体いくらで？確認された星のデータが全部入っている。被害者は娼婦ばかり。連続6人か。結構マメなやつだな。アスルベック、星はどういう人間なんだ？わざわざ金魚を助けてやってから逃げたのか？あいつのことは昔からよく知ってます。優秀な刑事ですよ。一晩入院だってさ。手術するんだ。ああそうだ、適室手術だよ。今夜はママに付き添うよ。死にやしないさ。手術後は放射線治療や化学療法をするらしい。かなり体力を消耗するから身の回りの世話をしてやる人間が必要だ。だからお前に家に戻ってほしい。ママの面倒を見てやってくれないか。どうか誤解しないでほしいんだが、娘を見つけてくれたことは大変ありがたいと思ってます。もちろん捜査には協力したい。大丈夫です、家内が寝かせました。そう言うんですよ。捜査はしてるようなんですが今のところは何も。あ、いやいや、ご心配なく。会うことになってるんです、15分後に。その点は分かってますので。かなり錆びついた武器だな。リリアンの年は僕の祖母くらい。ああ、世の中は変人だらけだよ。これから化学工場に行く。頼みがある。工場の従業員名簿を調べてこのホテルに宿泊していたものを割り出してくれ。とにかく調べてくれ。誰にも言うなよ。この国にコネがあるか。君が言うようにテロリストだとしたら、そいつは実験室から逃げ出した。最近のキャリアになってどこかうろついてるんだ。人造人間を作ることは科学が誕生して以来人類の夢だった。近代が到来したばかりの頃、我々の祖先はごく初期のコンピューターがチェスをするのを見ただけでも仰天したものだ。なんという進歩。今や人造人間は現実のものだ。姿も人間と変わらない。手足は滑らかに動き、言葉を自在に操る。今日は人を殺しかけ、明日は本当に殺すのか。このまま間違いを重ね信仰宗教を起こして信者に酒を飲み希望を捨てろという教えを説くか。まともに生きるためには誓いを守らなければならないと今日思い知っただろう。昔の自分に戻らないという誓いをな。君はその誓いを破った。それは恐れ入った。酒を飲まなかったなんて実に感心だよ。素晴らしい。まったく、君が中毒になっているのは本当はアルコールなんかじゃない。無秩序に中毒になってる。コカインやバーボンをやめられない人がいるが、君は災難から離れられない。いいかい、みんな、語ってはならぬものは何年もずっと教会を越えて村へ来たことはない。村の者は彼らの森へ入らないし、彼らもこの村へは入ってこない。そういう取り決めだ。我々は何もしてない。だから彼らじゃない。私の方を見られても困るよ。今日の議長はオーガスト・ニコルソンだ。みんなが見てる前でジルとやったのもあの店だったよな。そりゃ惜しいことしたな。いい女だったのに。で、農場暮らしはどうだ。乳搾りは楽しいか。豚の匂いがしたって聞いたんだがな。ポンガティンはそう言ってたんだ。まあ、やつに豚の匂いが分かるかは疑問だが、確かに言ってた。マーガレット元気か。ついに離婚したか。この仕事で人物証明を受けた者同士の結婚生活は続かんだろう。俺の今度の女房は3人目だが当たりだ。コンサルタントはいいぞ。最高の仕事だ。きっと俺に向いてたんだろうな。稼ぎだってなかなかのもんだ。バカみたいによく言ってただろう。 CIA は年に300億ドルのビジネスだなんて。だが鉛筆でもコンピューターでも何でも CIA に売ろうとすれば人物証明を受けなきゃならない。君は我々の
勝機をどう見ている？大統領はまだ笑ってる。皆がいい知らせを待ってる。成功を祈るよ。戻ったら一緒に釣りを楽しむとしよう。ロンドンへようこそ。いいか、君はできるだけ早く、しかも徹底してイギリスの諜報システムを学ばなければならん。極秘情報、特に対敵情報活動についてだ。情報や偽情報をどう利用すればいいか。彼らがこれほど力を持つのはなぜか。僕は昨夜二人の人間を殺しました。殺人で快感を感じるこの中毒を治してくれって。今更泣き言言うな。お前も私同様に楽しんでたじゃないか。それに考えてみろ、奴は警察に行かずにこっちへ来たんだぞ。もしも脅迫してきたら始末すればいいことだ。楽しみながら殺せばいい。それで終わりだ。よく頑張った。学費はまだ残ってるのか？それで十分なのか？ハーバードというなら喜んで出す。まずあのオンボロは捨てなさい。その代わりに新しい車を買ってやろう。スピーチの変更はいつこっちに届く？スピーチをしなくてもいいのか？即興でやろうか？どれだけ面倒なことになるだろうな。ありがとう。止まるの？リック、また後でかける。では替え玉を使うんだな。黒幕は何者だ？しかしなぜ今なんだ？私を殺すのが報復か？大胆な試みだが真剣だった。兵士をより強化するためだ。君らの体をな。バナーに任せた研究は初期の段階、兵器に適応できるものではなかった。彼には放射線抵抗の研究だと言い、プロジェクトの真意は伝えてなかったんだ。だが彼は成果を確信し、自らの体で試してしまった。ムベキの主張は最初から同じ。 ANC が破壊活動をやめるのは政府が民主化を確約することにかかっていると。教えてほしい。ANC に武力闘争をやめさせ政府と交渉させるなら、その見返りは何なのか。うまい話が何もないのに交渉なんかありえない。また手ぶらで行けというなら、私が手ぶらで帰ってきても驚かないでくれ。君は間違ってる。会談は重要だ。俺が出すよ。でもバスが来るまでしばらく待たないとな。石油の採掘をやってた。メキシコ湾の沖で2時間ほどかかる。応募する気か？君はまだ若すぎるだろ。人生で大事な決断をしたことがない。お前のことをよく知りたいだけだ。女は男の弱さなんか気にしない。男の内面に惚れるんだ。地球は平和だ。飢餓もない、暴力もない、環境も回復していた。誰もが正直で礼儀正しく心優しい。我々の世界はかつてないほどに完璧だった。だがもう我々の世界ではない。死んだよ。8年前だ。それでも未だに寂しいね。メガネは娘に。もうすぐ終わるよ。なかなかだろう。ブラームスだ。ベバリー、この方がメガネをあつらえてくれ。